チャールズ・ウィリアム・ジェフリーズは、カナダの画家、イラストレーター、著作家、そして、絵画教師である。1869年、イングランドのロチェスター生まれ、1951年10月8日に、トロントで没。カナダのも大伝説的芸術家の一人であり、カナダ史の出来事を呼び起こさせる作品にかけて、異彩を放っていた。また、単に絵を量産するだけではなく、 彼らなりの独自の雰囲気を漂わせていた。1889年に新聞の挿絵画家として仕事を始め、風刺画中心の定期観光誌、ザムーンを観光する。1910年にはトロントスターウィークリーのアートディレクターとなった。その後フリーに転校。1911年から1939年までトロント大学の建築学部で教鞭を取った。 カナダの画家の中でも作品が最も多く複製されていて、カナダ史を視覚的再構築した人物としても知られている。カナダの風景に特有なもの、カナダ史の背景にあるものに対して綿密な調査を行い、芸術的ナショナリズムの体現者でもあった。ジェフリーズの手になる北アメリカの地図20世紀の前半50年間に発行された カナダやイギリスの公立学校やハイスクール向けの歴史の教科書はジェフリーズの正確な歴史の知識と熟練した技法によるや図表で彩られていた。1930年にトロントスターから出版されたドラマティックエピソード・イン・カナダズ・ヒストリーは改訂、拡大を経て1934年にリアソンプレスから再刊された。 リアソンプレスでジェフリーズを担当していたローン・ピアースは後に前参巻からなるピクチャーギャラリー・オブ・カナディアン・ヒストリーの出版にも携わったこの時はジェフリーズにとっても油の乗った時期でありまたピアースの編集者としての経歴の中でも大きな仕事であった挿絵画家として以外にもジェフリーズはカナダ誌の専門誌カナディアン・ヒストリーレビューに絵を 描いたり、カナダ王立協会やカナダ連邦結成50周年の記念メダルをデザインしたりもした。また、彼の壁画は、カナダの最も価値のある三大建築物、ロイヤル・オンタリオ博物館と、二つの一流ホテル、オタワのシャトー・ローリエ、シャルル・ボアのルマノワール・リシュリューに展示されている。また、文学と絵画双方への貢献により、カナダ王立アカデミーの正式会員に選出され、 クイーンズ大学法学部から名誉博士号を授与された。ピアースによれば、モホークの集落である、ブラントフォードのモホーク族の名誉族長に選ばれ、歴史のあるガレワガイオンという名を与えられた。ジェフリーズの成功は、彼の先を読める能力にもよるところが大きい。交渉の上手さ、そして作品に対して、自ら管理することを重視する姿勢が、 リアソンプレスへの手紙に明記されており、編集者とどう折り合うかについて、そして自らの責任範囲について明言している。また、特に歴史的な作品は、衣装の持つ社会的な意味や後世の思想なども描写され、単なる美術とは趣をことにしている J. フリーズがいかに過去の事物を再構築するか、それは彼のたゆまぬ調査によるものである。彼は、 歴史的なもの、移民族的なものの詳細の裏付けとなる絵や文章を探し求めた。戦争絵画や入植地や探検家によって開拓された土地なども調査し、友人たちは彼の昔のマスケット銃の引き金や靴のバックルへのこだわり、その他古い品物を集めていたことなどを述べている。サンドラ・ギャンベルが指摘しているように、 ジェフリーズの芸術と文章は歴史と植民地主義の大事な記録なのである。トロントにある記念碑にはこう記されている。作家であり、芸術家であり、歴史小説や歴史教科書の挿絵画家でもある。1879年、イギリスからカナダに移民したトロントアートスティューデンツリーグで学んだ後、1892年にニューヨークヘラルドで、 イラストレーターとして活躍するも、1900年にカナダに戻ってフリーの芸術家としてグローブやデイリースターのイラストを手掛ける。1911年から1939年まで、線画と絵画をトロント大学で講義する。風景画から歴史までカナダの様々な側面を描いたが、やはり一番よく知られているのは、3巻からなるピクチャーギャラリーオブ・ カナディアンヒストリーに見られるような緻密な線画である。ありがとうございます。